でかっ。これ撮る？撮っとる？ちゃんと。光が。はい、モビロンです。今日はね、こちら越川本流に釣りに来ております。はい。ちょっと雨が降った後なんで、増水しておりますが、果たして釣れるんでしょうか。てか釣りたいよね。川の水はね、とっても気持ちいい。最高かもしれない。最高ばっかりだね、これ。最高なんだもん。でかいの、本当にでかいの。かわいい。上向いてた。全然出てこんな。ルアーを食べたいアナゴさんはいませんか。はい、釣れたが、これは何でしょうか。アユ、あ、落ちた。アユが釣れました。釣れました。なんでしたろ。大きいよ。イワナです。イワナ釣れたよ。よし。えいえいえい。オッケー。えい、でかっ。でかっ。これ取れとる？取れとる？ちゃんと。あ、取れてますね。やばいな。美味しそうだな。はい、モビロンです。今日は一側につけまして、なかなかつけないね、やっぱりね。俺下手だからだろうね。うん。ご飯にしようと思います。で、ご飯は、大きいよね、これ。なんか比べるもの、お塩とこれ。結構よくわかるな。この大きい切り身は、大きいの釣ったらムニエルがやりたいなと思ってたんで、ムニエルにしちゃおうと。で、こっちの切った方はいつも通り塩焼きで食べようかなと思います。こっちからね。ちょっと肉厚なんで。
じゃあ出来上がりました。じゃーん。こちらがイワナのムニエル。ちょっと作る順番間違えたかな。まあいいか。でこちらがイワナの塩焼きです。はい、じゃあ食べていこうと思います。まずムニエルね。いただきます。お、めちゃめちゃ美味しい。じゃあ次は塩焼き。やべ、うん、安定。上だけで食ったら美味しいよね。みんな食べた方がいいよ。本当に美味しかったんだ。もう美味しかった以外の言葉はありません。うん、はい、ごちそうさまでした。楽しいね、釣れるとやっぱりね。大きかったし、大きかったよ今日のやつは。はい、メジャーがないんで何センチかは知りませんけども、まあ僕は釣るのは食べるために釣るんで、僕の身となり骨となり食べていこうと思います。今日ももうそんな大した動画ではない、いつもそうなの、いつも大した動画じゃないんですけどもね。どうでしょう、たくさんアマゴも釣りたいなと思うし、なんで また越川は遊びに来て釣りしたいと思いますし、今からも帰り道ちょろちょろっとちょっと釣りをしていこうかなと思います。ということで、今後僕がまた釣るとこを見たいなと思う人はどうぞチャンネル登録と、そして高評価もよろしくお願いします。いやいやいや、お前の釣り方で釣れるよって思う方もたまには見に来てください。なのでそういう方もチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画もご覧ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。